はい、というわけで今日も始まります。今日はですね、釣り堀に行こうかなと思います。なんでもね、その500円で釣り堀できるというような場所があるんですけども、まあその、ね、500円で釣り堀できる、まあ、なかなかないですよね、まあ、どんなものなのかとちょっと期待してもらってもいいのかな、ちょっとわからないですけど、その辺まだどんな感じなのか、その釣り堀屋さん、いや、まあ、もうお寿司屋さんなのかな、なんかお寿司屋さんでやってるってことで、ちょっと行ってみようかなと思います。あの茨城市内から、まあ、40分ぐらいの場所にあるんですよね。ちょっとそこに今日は行こうかなと思います。はい、というわけでスピーチューブ始まります。今回は20分500円の釣り放題の釣り堀に行こうかなと思うんですけども、まあ、この場所なんですけどもね、茨城市内から40分って言ったんですけどね、感覚的にはなんか20分ぐらいですかね、なんかそういうようなすぐ行けるような距離でしたね。まあ、こちらね、あの釣り堀なんですけど、ニジマスとかヤマメとか、その渓流のね魚がいるということで、まあその釣ってね、自宅に持ち帰ることができるのと、そこでねご飯あげてもらえることができるっていうことなんですよね。というわけで到着いたしました。というわけで今日はね、こちらにお邪魔しようかなと思いますね。これはね、釣り堀ね、20分500円釣り放題、釣れた魚がお持ち帰りできるということで、ちょっと気になりますね。まあこういうことなんですよね、この魚が釣り堀ってことです。これから釣りを
よしよし、うわやった、というわけで、西松って鯉って言って、でも鯉ね、食べるのちょっとなんかあれなんで、まあ食べれそうな魚だけをちょっと料理してもらおうかなと思います。20、なんか200円ぐらいであげてくれるらしいんで。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。本当に申し訳ないです。早速いただこうかな、うん、あ、うまっ、うん、うまっ、よいしょ。休みの日はあるの？あ、ないですか。大体今言われたらね、遠方の方々の予約を電話してくれてるのが車に乗ってます。あ、そうですか。わかりました。すいません、ありがとうございます。また来ますね。はい。はい。おっと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 。よいしょ。というわけで今日ね、釣り堀行ってきました。もともとね、お寿司屋さんだったってことでね、お、あ、今もお寿司屋さんか。なんでやっぱ、ね、調理してもらったら結構それなりのしっかりした味で、お酒が合うなっていう、ような感じですね。はい、こんなにね、いっぱいいます。なんか軽い感じなんで、カップルとか、ね、家族とかが一番おすすめかなっていう感じがしますね。いいですね、500円で。一番釣れてる人、20分で、ね、10匹以上とかね、なんかそんな感じらしいです。ぜひ、皆さん行ってみてください。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。